どうもこんにちは、メガソコスタジアムのザータンです。ようこそ仙台に。どうもどうも、はじめましての方も、二度目マッセージの方も、おつまわりかしまわりでございます。どうも、お答えさせていただきました。いや、どうぞ、さっき来させていただきました。どうですか、仙台に来た感じは。都会松本と比べるの悪いじゃん。都会なんでこう、パルコとロフトとあるんですか。一応ね、腐っても東北の宣伝して都市だから、ね、これはね、あの、まず3車線っつって安定したこれがね、だいぶ参りましたね。3車線だと思うんですよ。実はね、片側ね、7車線まであるから。7車線、マジマジ。そこ俺多分通れないと。本当にえげつない車線があるから、ぜひ行ってみて。あ、分かりました、行ってみます。じゃあ、これでこれからスタジアムに一緒に行ってみて、で、マッサグルとかなんかそういうのを撮ってもらって、はい、で、あと終わった後に、まあ、僕の知り合いの酒場に行って、こちらの方でちょっとお話しするって形で、はい、行ってみようかなと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまた後ほど。はい、ということで泉中央に着きました。メガッタさんが、メガッタさんがボールを蹴っている。あんなアクティブなベガッツさん初めて。なんだよスポーティーな、なんかベガッツさんを初めて見た気がする。よく PK とかやってんだし。あ、そうなんですか。この間ガンズ君は PK とかあと相撲を取ってましたね。割とやるね、うちのマスコット。あ、強気だから。そうなんですね。で、まあ、そんな感じで話しながらちょっと今からスタジオの方に向かいたいと思います。じゃあ行きましょう。はい、はい、無理っすね、多分カーブっすね。あ、そういうのはそういうのなの、はい、あ、そっか、タッチ ID だかなんだかってやつとかになると思う。あの、はい、多分ポイントの付与の関係上どうしてもやっぱそんな感じになるみたいです、ね、ああ、なるほど、ポイントか。そっか、なるほど。なんかすごい、あ、こっちに行くとベガルタのサポーターの方々は何があるんですか。一旦あの入場してから、はい、あの出て、あのご飯食べに行ったりとか、なんか飲み物買いたりとか、そういうので出てるっぽいね。なるほどね、そういうことか。そういうことです。賢い。あ、でもあれなんですよね、アウェイの方は出れないですよね。出れないです。再入場できないですよね。今日は鹿島なんで多分監禁されてるはずです開ける必要がない。そうなんだ。鹿島の場合ってどうなんですか。開くことってあるんですか。基本的に鹿島そもそも再入場できないんですよ。もうコンコースにあれがあるから。あー、バイトになるから、はい、そう。で、一応中で完結できるようになってる。そうです、そうです。そもそもそこのところで終わっちゃうんで。あ、そっちの方に逆にいいんじゃないですか。てか足りないんですよ、3時間でコンコースの中の食べ物をまず探すことと並ぶことと食べることで足んないんですよ、3時間で。本当にはあ、ゴールキーパー出てきちゃうんですよ。お腹いっぱいになる前に、あー来ててきちゃったとか言って、だいたいそんなところで終わっちゃいますね。まあ、でも多分ベガルタの場合は泉中央駅前が発展してて近いっていうのも大きいと思う。あ、そもそもそれまでは再入場時点ができなかったし。あ、そうなんですね、うん、それが最近ようやくここ数年でできるようになって、うん、やっぱり徐々に徐々に改正してきたっていうか変わってった。鹿島もずっと再入場は言われてますね。まあ、これでその当時のあの辺のとことか、あのフィットネスのあのとことか、うん、あの辺のスタジアム事業のところが今広がってきてるんで、あの辺のところがもう少しこうでかくなってくると、おそらく再入場とかもできるようにしていかないと多分難しいんじゃないかなっていうところですね。なんか最終的にはなるんじゃないですか。あと座席も減らすだろうし、そのタイミングでいろいろ変えてって、多分今後いろいろと鹿島のスタジアム事情は変わってくんだろうなっていうような感じですね。まあ、楽しみじゃないですか。鹿島レベルだったらいろいろプラスになることの方が多いだろうしだといいですけどね。選手がどんどん出てっちゃってるから、まあ、でもそれでもコサポがそこまでこう、こんな話していいか分かんないけど入れ替わらないっていうのが、そのところに関しては非常にありがたいというか、根強いその鹿島っていうクラブがどれだけこう愛着を沸かせるためにいろいろ頑張ってるかっていうところの戦略性が見えてくるのかなみたいなところありますけどね。鹿島の場合だと新卒も取りやすいしすぐ出ていっちゃうからすぐ出ていっちゃうあれ鹿島のバスじゃない前の選手バス。あ、多分違いますね。あの鹿島の選手バスだと、あの鹿島の、はい、ちょっとかっこいいロゴのやつ、後であれですよ、写真見せますよ、もしあれだ、撮ったことある。うちでもないんですよね。うちもホームの場合は確実にあの専用のバス使うんで。あれなんだろう、じゃあツアーバスとかかな。あの復興支援向けで席買ってもらってる協賛してもらってるとこあるから、そこの関係の席かな。なるほどね。
けど近いからやっぱり鹿島サポ多いな。多いっすね。今日だとあのチケット取るときも結局ビジターして取れなかったっていう。え、売り切れんのとか今日来てたらすげえ言われますよ。今日来ない、来ないちゃんとビームスのいつも。ここ通るのも結構ね、目見られますよ。そうっすよね。まあ、珍しいっすね。ぜひアウェイの視線は見ながら、アウェイの洗礼を受けてよ。ちょっとそこまででもないけどね。なんかやっぱりこうまだこうアットホームな雰囲気があるというか、全然居心地が悪いわけではない。人によっては嫌だっていう人はいるけど、でもやっぱり来てくれるからね、アウェイからね。そうですよね。自前でね、嫌ですよね。自前でそんなに、ね、埋まるかっつったら、まあ、そういうわけでもなかったですよ。なんかそこら辺のところってなんかその結構言われるじゃないですか、もっとこうガツガツしてていいみたいなこと言われてるけど、やっぱりそれが J リーグの売りだから。海外は海外で、 J リーグは J リーグだ。 そこはその線引きでいいんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。こうやって試合前に仲良く YouTuber たちが話し合いながら一緒に行くっていうこの環境が J リーグのいいところですよね。すごく思う。よろしく頼む。やるじゃないか。こんなはずでは。